よし、始めましょう。山岡慎二です。いつも慎二ゴルフを教えるとき、ありがとうございます。今日はですね、始まりました初心者ゴルファー教える編のさえさんですけどね。はい。今日3回目ですね。3回目です。練習場は？練習場は1回だけ行きました。お、ほんだ人生で今日さ、4回行ったっていう。そうです。なんでもうちょい練習せん。まあ忙しいからね。うん、忙しいから。どうですか、その自分で今、今日4回目、3回練習、この前1回目。はい。練習行きましたけど、どんな感じだったんですか？練習行って、ちょっとこう、うん、教えていただいた中でこう悩みが出てきたので生意気な悩みがあるちょっと違うなっていうのがあったので。お、悩み、ゴルファーなったっすね、はい、なりましたあ、悩み、お、例えば一個は、なんか前回はすごい私、後ろ重心って言われたんですけども、あ、はいはい、お尻、こうアドレスのね、こういうふうにね、はい、はい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 、それがすごい、前重心になってたんですよ。女性あるあるですね、それね、っていうのと、この3つのポーズをやってって言われたんですけども、そのトップの時のポジションが、上げた時のポジションがわからない、ね、はい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 、はい、からまあ振るのもそこからさまよってって感じ、なるほどね、まあ、だからほんだらアドレスがちょっとこう前になってしまう時があると、この前やったら教えたね、はい、お尻ちょっと上げてっていうこと言いましたもんね、それとなら下ろしてくる時の位置がちょっとわからない、そうですね、実感がないみたいな感じ、はい、まあ、そこにおいては、まあ、言えばトップがなんか自分の中で不安、なんか決まるもんがないからっていうところですね、はい、まあ、なんかじゃ悩みが出てきたらしいんでね、はい、悩みが出てきたっていうね、まだ人生4回目ですけどね何を悩むか分かりませんけど、まあ、じゃあそれ直していきますか、はい、はい、じゃあ今日もね、だからね、ドライバーを打ってですね、またその辺のさえさんのスイング、ちょっと前の初心者編のね、ポーズ3つやったけども、ちょっとそこにもうちょっと深く言って言いたいと思いますね、やりたいと思いますんで、よろしくお願いします。お願いします。じゃあやりましょうか、はい、さえさん構えてください。ちょっと素振りしてみましょうか、はい、うん、その感じで前のおさらいでね、まあ3つのポーズの感じですけどね、アドレスも気をつけてずーっと、はい、スイングして、おー、はい、もう一回、はい、ずーっと上がってきて、オッケーオッケー。で、アドレスでどうしてもこう前にかかるってやつですよね、はい、どうしてもつま先かかる、これね、結構女性あるあるなんですけどもね、あの普段ヒール履く機会多いです、多いですよね、はい、やっぱりね、女性の場合ヒール履く人が多いんで、やっぱりあれヒール履いてる、僕履いたことないですけど、こうやってやっぱつま先立ちをしてしまうんで、普段の姿勢結構ね、ゴルフになってしまいがちなんですよね、うん、だから皆さん普段の姿勢がゴルフに結構つながる時があるんで、特に女性ヒール履いてしまってつま先立ちする時があるんで、そういう時はあのゴルフな体にするためにはね、極端にはつま先立ちしてるんで、さあさあアドレスしてみてください。こうするとアドレスしてもらって、こうそういう場合はですね、ちょっとねつま先をこう上げてみて、さあ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 上げて 1,2 回、さあ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 、そうすることによって重心がちょっと後ろ行ってるんですよね。こういうふうに普段の私生活の自然なこういう動きでさえもね、そういうふうにこうゴルフにも影響してくるんで、今日はさえさんがこうやっぱりヒールが履くことが多いっていうことで、この前練習行ったつま先にかかるって、これ結構女性あるあるなんで、結構そういう場合の方ね、やっぱりこうアドレスしてなんか前行くなって言っても後ろ行ってもこれできないんで、つま先とかこう上げてもらって体をちょっとね入れてみてください。そうそうそう、はい、そしたらちょっとサイさん後ろに体重かかりやすくなったっすよね、はい、かかとに乗ってる感じで、はい、はいはい、でまあそれがこれもやりすぎると良くないんでね、まあこの辺でいいですからねからお尻上げといて、はい、はい、スイングしましょう。オッケーオッケーオッケー、はい、もう一回ずーっと上がってきて、はいはい、オッケーですね。そういうことでアドレスがね決まってきますから、もう一回構えてくださいね。そうすることで、ね、前回言ったね、ここにかかってきてちょっとお尻上げた状態ですよね、はい、ずーっと上がってきて、オッケー、それで重心が結構これでいいところに収まってきたと思いますので、はい、じゃあさやさん、ほんで収まりが悪い、収まりが悪いです、この生意気な収まりが悪いってパッチリ収まった時あったまあいいや、はい、行きましょう。収まりがどういうこと言って言って言って、ここから、はい、上げた時の位置なんていうんですか、はい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 、はいはい、どこが正解なのかがわからない。これね、皆さん視聴者の方これ悩んでると思うし、さえさんのねこのスイングのこのトップ独特な感覚があるんですけど、なぜ当たるかっていうところによっても、なぜ最速で当たりやすくするこの秘訣ですよね、ちょっとお伝えしたいと思います。よし、構えてください。そのどうしてもね、3つのポーズ言いましたよね、はい、アドレスからトップフィニッシュって3つしか逆に言えば言うてないんですけども、そのアドレスから
トップに至るここにはテイクバックとバックスイングっていうもう2つの段階があるんですけども、今日のサイさんにはテイクバックっていうのをお伝えしますけど、まあ、テイクバックの抑えて言ってないですからね。やはりアドレスから言えば今はサイさんはここからねすぐねトップ作ってっていう風にしてました、うんうんうん、言えばでもここからすぐそこなんですよね、はい、でもこれは初心者の方分かりやすく言ってるんですけど、これはテイクバックっていうところなんですけども、アドレスしてずっと上がった時に腕が地面と平行になった時にこうヘッドがこういう形をしっかり作るっていうことが大事なんですよ。それがサイさんの場合はさあ打つぞひょいやから不安定なんですよね、はい、なんでアドレス作ってます、テイクバックを作りますからのバックスイングってすると、これ今左手の親指にクラブ乗ってる感じありますよね。あります。これがを作ることが大事なんですよね、はいはい、それがサイさんの場合はさあ打つぞのひょいやから僕のテイクバックを伝えてないですから、はい、ちょっとねだからね3つだからゴルフのパーツにはねアドレスとテイクバック、バックスイング、トップダウンスイング、インパクト、フォロー、フィニッシュの8つあって、最初の初心者編ではね3つのポーズね、アドレスとトップとフィニッシュしかこの3つしか言わなかったんですけど、今日はですねそういう面においてのテイクバックっていうところをちょっと1つ加えたいと思いますから、これ大事ですね。アドレスした状態からこのテイクバックですね、手が地面と平行になった時この形があってから作る感じだったらいいんですけどね、それがなくひょいっと上がってしまうっていうことによって皆さんのねあのミート率下がってくるんで、よし頑張ってください。はい、ずーっとこう作るから、そう止まってくださいね、止まってくださいよ。これやったら今存在がありますよね。あります。はい、それでそのまま振ってみましょう。そしたら前言った斜め切りもしやすいはずなんですよ、うんうんうん、はい、もう一回いきましょうか。テイクバック作ります、この感じですよね、はい、はい、バックスにずーっと上げて、そう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 、これでねできればこの感じですね、やっぱ腕もしっかり伸ばしてる感じが欲しいです。はい、はい、もう一回、はい、ずーっと、さあさあさあ、はい、振っていいんじゃないでしょうかね、はい、はい、もう一回いきましょう。はい、ずーっと上がってきて、オッケーオッケー、はい、スッと、さあさあ、あと2回スムーしましょう。あとね、やっぱりさやさんの癖でね、やっぱりフォローにおいて手元がね、後で直すんですけど、こう上に上がるのもあって、これね、女性の方にあるあるでやっぱりうまく打ちたいからこう前に出すっていうことで、後でこれも直しますけどね、オッケーオッケーオッケー、よし、打ってみましょう。はい、はい、構えてくださいね。自分の中で、よし、構えてください。アドレスして、左手グリップ、右手。はい、この感じから、前まではね、3つのポーズで、1つ目、2つ目、3つ目だったんですね。はい、それを、1つ目から2つ目があって、3つ目あって、振ることをちょっと心がけて、1つ増えましたよ。分かりました。はい、前までは、1つ目から、ここでした。はい、次は、1つ目から2つ目作って、3つ目すると、このここが収まりやすくなってきますからね。はい。はい、ずっと、そうそう、オッケーオッケー、アイスイング、そうそうそう、それいきます、それいきます、イエイ、スイッチ、スイッチ、スイッチ、やっぱ空振りはしてもらうとね、はい、そうそうそう、オッケー、軽っ、いや空振りしてもらった方がいいですよね、これね。そういう風にいい意味でのね、なんか2段階モーションじゃないですけど、アドレスしてテイクバックしてバックスイング、アドレスしてテイクバックしてバックスイングと、この2段階でやるのが、そうするとトップが収まりがいいってやつですね。これね、皆さんね、結構ね、テイクバックの存在をしっかり作ってもらうとミート率っていうのが変わるんでね、うん、テイクバック、 OK OK、 フィニッシュ、そうそう、そんな感じ、そんな感じ、そんな感じ、いいです、いいです、いいです。やっぱサイさんの癖でね、これ女性あるんですけど、やっぱりこう腕が結構縮みやすいんで、テイクバックでもしっかり伸ばすっていうことをすることによってトップもね、まっすぐ上がりやすいんでね、よし、スイング、いいですね、いいですね。だから腕のね、力を入れることに対しては一生懸命振ることに対して力を入れるんじゃなくて、こういうふうに腕を伸ばすっていうことに対して力を入れておいてください。わかりました。これ結構皆さんね、こうヘッドスピード出そうって、これで腕の力じゃなく伸ばせてるっていう力がですね、テイクバック作って、テイクバック、バックスイング、 OK、いいですね。そしたらどうですか、ね、トップの収まり。あります。わー、よかったです。あります、いただきました。あります。そしたらね、さっき言ったね、サイさんのね、こういう皆さんあるんですけど、やっぱりちゃんと飛ばそうと手を前に出すっていう、この動作をね、すると結構トップ多いんですけど、それをちょっと直したいと思いますんでね。よし、サイさん、頑張ってくださいね。はい。よくやっぱりね、この感じからずーっとバックスイング上がって、こっからやっぱり手の位置もね、下がってきて、まっすぐ打とうと思って、こう手が上がる方多いです。やっぱりね、こうちょろとかね、やっぱりまっすぐ打ちたいからそうなりやすいんで、それはね、やはりテイクバック作りました。ストレートにこう上がることによって、
この斜め切りをすることができてくるから当たりやすいんであって、やはりねまっすぐ飛ばそうと思って、やはりここからねこういう風に出そうという方もいらっしゃいます。それが良くないです。でそれとね、なんでこのさえさんがうまくこの当たるようになったかという秘訣なんです。これね皆さんねちょっと頭に入れておいてほしいんですけども、構えてください。テイクバックバックスイン置いて、テイクバック手がもう前に来た時にヘッドがこうやって前にある状態ですよね。ここからこっちにある方がこのまま打ってしまったら余計当たらないんですよね。それがテイクバックバックスイングずっとやって、こうやってテイクバックの時に手がこうやってヘッドが前にある状態ですよね。前にある手があってヘッドが前にある状態がずっとあるから、キリキな女性でもこれ当たりやすくなるんですけど、それがだいたいこの状態からね手の位置がこうなってしまうんで、やっぱり腕が上がらないっていう状態が多いです、女性の場合。だからここから打とうとしても、男性やったらねぐっと力込めれるんですけど、女性の場合当たらないんで、そういう面においても、だからテイクバックをして前に状態してね、この感じですね。よくね今回の新地ゴルフの動画見てもらうと、このサイさんのトップがねこうやってクロスになってるやんっていう話になってくるんですけど、でもこのクロスっていうのはあくまで手が右足の前にヘッドが前にある状態の延長上になってる動作なんで、別に OK ですから、それを気をつけてくださいね。それを構えてずっと上がってきて、こうこうこうですね、この感じから、あとは回転していって、ここからもねこうするとこうなるんで、手の位置が低く当たるんですけどね、それがやはりサイさんの場合はねこうなってしまうから、やはりねちょろちょろになりやすいですね。でまたこれがあのドライバーの手前ドスンやったやつです。はい、ドスンね、はい、はい、構えてるよ。はい、ずっとでこの感じが回転が入ってくるって、こっちこう、この手の位置が低いってことですね、はい、からのこの感覚ね。よし、もう一回素振りしましょうか。はい、こう見てください。前いいですか。はい、 OK。 おー、とてもいいですね。今ので悪くないですけどね、こういって最後フィニッシュ、シャフトが頭に当たらんぐらい手上がってしまうときあるんですよね。それも、はい、構えてくださいよ。ワクチングずっと上がって、この感じからスカッと回転が入ってきて、ここの感じやったらいいんですけど、さあさあここになるんですよ。あ、はい、頭に当たらなくっていうことは手元が高いってことです。あ、なるほど。はいはい、はい、構えます。腕伸ばしておく。ワクチングずっとこの感じ、はい、回転が入ってきて、このそうそう、シャフトが頭に当たることの目安で大事なんですよ。はい、このシャフトが頭に当たる結構目安なんでね。はい、なるほど。よし、 OK です OK です OK です。打ちましょう打ちましょう。結構ね皆さんね前を出してねこうなったりってあるんですけど、皆さんねやっぱ打った後言ってシャフトが後頭部に当たるような感じすると、手の位置がねこうなることも少なくなりやすいですね。そうそう、いやいいです。3で、で今のでも悪くないんですけど、さやさん今のでもここを作ろうと思って手を動かして手をやってるんですよね。はい、体から動きながら腕の意識、結構これもね皆さんね体から動いて腕を意識するべきです。結構ね腕をここに通そうと腕で腕をするんでね。そうそうそう、いい、それで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 いい。あとはサイさんもこのそーっとじゃなくね、流れをしっかり持ってこうギュッといってもらっていいっす。ずーっとシュッと、よしよしよし、いい、あと2球、あと2球、チャラチャラチャラ、はい、構えてくださいね。はい、テイクバックバックスイングね、ちょっとここ雑になってきてますからね。はい、ああいう風なベコっていうミート率が悪くなるときはこのテイクバック悪くなってきてますからね。はい、はい、これがやっぱりボヤンとちょっと、はっきりせえへん感じになりつつ、一回素振りしましょうか。はい、ずーっと、よし、オッケー、とてもいい。はい、行きましょう。うん、はい、テープをずーっとバックスイング、さっさっさっさ、はい、シュッと、さあさあさあ、いい、それでね、ピュッと行ってみてください。ピュッとちょっとね、撫でてる感なんですね。やっぱりあのパーツも大事ですけど、やっぱりね、トップからフィニッシュグッといくってね、こう流れっていう面に対しても、やっぱり潔く行ってもらいたいですからね。ずーしゃっ、さあさあさあ、いい、あと2球、あと2球、今ぐらい、テイクバックバックスイング気をつけて、ほい、はい、ずーっとやってみて、シャッと、おっしゃ、そういうぐらいですね。やっぱり結構ね、うまく打ちたいなと思ってそーっと打ってまうねん。確かに、やろ、はい、もうそこをね、ちょっと枠を超えて、わかりました、やっていく。そーっと打ってまうね、わかるわかる、ぐーっと、キャッと、
おっしゃ、オッケー、そういう感じね。オッケー。やはりこういう風にね、なんかね、うまく打とうと思ってそーっとなぞってしまうのあるんで、やはりね、トップ作って一気にフィニッシュっていうこの流れっていうところですね。アドレス、テイクバック、バックスイング、トップ、ダウンスイング、インパクト、フォロー、フィニッシュで8つあるけど、やっぱり9つ目、流れ、しっかりグッ、行き切るっていうことが大事ですね。ずーっと、キャッていく。OK! その感じね。おー。流れ大事です。じゃあ、さやさん、ドライバー行きましょうか。はい。よし、ドライバー素振りしましょう。うん、素振りしましょう。で、バックスイングずーっと上がってきて、OK、OK、OK。OK、OK。はい、向かい。で、バックスイングずーっと上がってきて、よし。よし。よし。あ、ちょ、コシロ君こっち来て。こっち。あ、今日の、すいません、遅くなりました。今日のカメラマンね、画家のコシロ君です。色鉛筆で描いてるコシロ君ね。ごめん、ごめん、遅なったわ。ごめんね。はい、構えて。これね、ドライバーの皆さんね、違いなんです。前もね、動かすことは一緒ですけど、動かす方法、量が違うっていうのは構えてください、ね、皆さん。やっぱりさっきまでの9番とかやったらね、バックスイング、体の動きってこれぐらいでいいんですけども、やはりドライバーになってくると、大きさになってくると、この左肩っていうのは、ちょっとこれぐらい動いてこなきゃいけないですね。さっきまでのアイアンやったら、これぐらいでよかったのが、ドライバーになってくると、これぐらいになってくる。目安で言うとですけども、設楽さん、構えてください。イメージですけど、さっきのアイアンやったらね、このボールに対して左肩がこう動いてるっていう、こんなちっちゃい動きでよかったんですけども、はい、構えてください。ドライバーやっぱり長いんで、こっちの右側のボールに対してこの左肩が動いていくようなね、感じで動くと、やっぱり大きいスイングになりやすいんで、皆さん結構ね、この、長くなればなるほどスイングが大きくなる、動かす量が多くなるってこと、これも結構ね、意識してください。バックスイング、テイクバック気をつけて。あ、サイさんいいですね。そう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 。オッケー。あと癖で、はい、構えてください。意識しすぎてね、下がりすぎるっていうのもありますから、はい、はい、かもです。バックスイングずっと上がってきて、そうそう、この感覚がいいですね。OK、OK、OK。よし、よし、一回素振りしましょう。OK、そうそうそう、あとはさっき言ったね、流れですよね。流れ。はい、打ってみましょう。うん、グリップ気をつけて、うん、置いていくバックずっと上がってきて、よし、イエーイ。あ、そうそう、流れ気をつけて、いいっすいいっすいいっす、それ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 、やはり皆さんね、ちゃんと打とうと思ってね、沿わすように打つんですけど、ほんまにさっきも言ったように、トップから一気にフィニッシュっていう感じがね、流れっていうところに置いて、腕伸ばしといて、体でスッと、OK、いい感じ、いい感じ。まあ、シンジゴルフではやっぱり腕を伸ばしてもらって、そのまま体の動きで打ってもらう、左サイド下目、体をね、動かして打つっていうことがね、大事ですからね。おお、しよしよし、今のアイメダ大きいミスっていうのは、やはりサイさん、テイクバックがやっぱりちょっとこの癖が出てるですね。あ、曲がっちゃってた。はい、はい、構えてくださいよ。はい、テイクバック腕ずっと伸ばしておいて、そうそうそう、その感じがあってる、そう、その感覚ですよね、はい、今の感じってアイメダみたいな大きいミスはやはりこうヒュッてなりやすいんで、これ結構皆さんありますからね。おっしゃ、浮いて、そうそう、その感覚、その感覚。だから今日、サイさん、そのトップの位置がやっぱりね、こういまいち不安定やっていうのは、今までね、アドレスしてすぐトップフィニッシュっていう流れやったけど、今日はテイクバックっていうのをお伝えしてますから、はい、これめっちゃ大事です。はい、テイクバックずっとやってね、こうしっかりこの感じ、こういう感じですね。こう手が前にある状態からこのまま上がってきたらいいですけどね、やはりテイクバックをおろそかにしまってこうなってしまうと当たらないんでね、はい、うん、うん、そうそうそう、そうそう、いい、そうそうそう、で今のも悪くないですけど、ちょっと肩下がりすぎたっす。あ、はい、なるほど、難しいな、あれもこれもと。はい、構えてくださいね。エボクスイング、ここでいいですね。ここうーっと下がりすぎたっすね。力が出なくなるんです。よし、そう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 、いいよいいよいいよ、あれぐらいね。テイクバックずっと作って、おっしゃ、はい、フィニッシュ、オーケー、今の流れいいですよね。結構勇気いるっすよね。勇気いりますね。勇気いるっす。思ったよりこう早くしないと。ああ、そうですね、っていう感覚です。ずーっといってシュッ、そうそうそう、よし、もう一回、今ぐらい今ぐらい今ぐらい、テイクバック気をつけてね。うん、テイクバック気をつけた上でずーっと上がってきて、スイングしていく。そう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 、はい、もう一回行きましょう。いい、それぐらい。うん、ずーっと上がってシュッていく。 OK、 よし、はい、
ずーっと上がってきて、シュッと。OK、その感じね。まあ、とりあえずさ、その感じね。はい、行きましょう、もう一回、もう一回。今でいい、今でいい。すいません。はいはい。今みたいにやっぱりこう流れが思い切った感じがあったらね、いいっすよね。さあさあさあ、今曲がった、いい、オーケー、よし、さあさあ、ちょっと終わりましょうか、そしたら、はい、はい、じゃあ今日さやさんですね、そのまあちょっとね、女性あるあるで今日はヒールでか、服の履くヒールの履くのが多いから前重心になるっていうのはそれドリルで、この収まりが悪いっていうのはどうでしたか、テイクバックの大事さ分かった、大事さも分かったし、あ、ここかっていうのはなんとなく前よりは分かった気がします。はあはあ、どうですか今日テイクバックっていうのをするとこういう存在があるって思うとなんか理解が、理解はすごい分かりやすいので流れがなんかすごい分かりやすかったです、うん、あ、なるほど、流れね、はいはい、あとどうですかトップからフィニッシュまで思い切りが必要やっていう思い切りが必要でまだまだ足りないなっていうのを感じました。なかなかね気持ち強いんですけどね、まだまだ起きに行く感じがある。まあでもこれは皆さんねあるあるなんで、やはりトップから一気にフィニッシュっていうことですね、まあ、僕らでいう新時ゴルフでね、インパクトを当て めがけない叩きに行かないっていうことは皆さんのね最速最短の成長につながってくるんでね、はい、でも当てに行きますよね、はい、そうですね、はい、でもまあでも成長の感じが見えてくるんでそれでいいと思いますので、はい、はい、今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございます。